あれなんだろう。カリンちゃんがね、珍しくチャイに頼みたいことがあるって言ってきたんだよね。何でもカリンちゃんがショーをやるみたいなんだけど、その時にチャイがどうしても必要だっていうの。もしかしてイリュージョンマジックのアシスタントかしら。箱の中に剣刺すやつなんてチャイ絶対刺さらないよね。細いから。それじゃあカリンちゃんのお手伝いに行ってきます。さあ、それではですね、餅つきの方を始めていきたいと思います。この中で餅つきしたことあるよって人、ありがとうございます。初めての方もいらっしゃるのでね、実演していきたいと思います。まずこちらのもち米ですが、きな粉と黒蜜をあらかじめ混ぜたものです。いきます。よいしょ。ペチン。よいしょ。水からこねる。はい、これで大体つき上がりましたので、あとは食べやすい大きさにちぎっていきます。ただですね、つきたてのお餅大変お熱いので、少しこねて冷ましていきます。はい、いきます。よいしょ。あーってて、少しずつの方がいいですね。はい、ピエピエ、これで冷めました。もうこんなお手伝いやだ。お餅逃げるな。こんなお手伝いだって聞いてなかったよね。ごめん、何を謝って。もち米買うお金なかったからさ。今度はあらかじめ教えてね。ごめん、ちゃいちゃん。はぁ、また怒られたよ。カリンちゃん、ご飯食べに行くよ。ちゃいちゃん待って。